日式とは、中国、韓国、台湾、香港、シンガポールなど、主に日本以外の漢字文化圏において、日本風、日本式といった意味を表す言葉、及びその漢字表記。日式マイルハンや日式山頂など、主に食材や料理、レストランなど食に関する事柄に使用されることが多いが、日式温泉や日式介護のように食以外の様々な、 物事に対しても使用される。本項目では、食を中心に説明する。日式という漢字表記は、日本風、日本式といった意味を持つ点で、中国語や韓国語など、言語間で共通している。対象となる事物が、どのようなものであれ、また、程度の差こそあれ、少なくともその地域の人々の視点から見て、そこに何らかの意味で、日本的な要素を含んでいれば、 日式と称されることがある。例えば、中国、上海の場合、日本風の女性服、髪型、アニメに対し、日式をつけて呼ぶことがある。同じく、中国では、日式温泉や日式介護、日式美行といった表現、サービスが存在する。日式という言葉自体には、本来は上述の日本風、日本式といった意味しかないが、各地域や、 そこに暮らす人々の文脈によっては、それ以上の意味が含まれる場合もある。例えば、日本の高い技術や品質に評価に基づいて、ブランドイメージ化している場合もある一方で、あくまでも日本風であって、当地のものよりは高級であるが、日本の本場のものよりは一段格が落ちると認識される場合もある。 日式の語源として文化人類学者の朝倉敏夫はもともと韓国で日本料理を日食と表記していたが、後にハングル表記になり、その後さらに漢字表記に戻された際、同音である日式の漢字が当てられたとの説を示している。日式という漢字表記では共通しているものの、その発音は言語、地域ごとにまちまちである。 どのような食材、調味料、味付け、料理、レストランが非式と呼ばれたり名付けられたりするかは、それらが置かれている国や地域、文化、人々、食や日本に対する認識によって異なる。次のような例がある。食材、調味料、味付けその国の料理ないしは、日本以外の第三国の料理に対し、その国の人々がイメージする。 日本的な食材や調味料を使用したり、あるいは味付けを行ったものが必式と呼ばれる。料理、レストラン中国、韓国、台湾、香港などでは和食、日本食を提供するレストランは二つに大別されている。一つは経営者や調理人が日本人で食材も日本から空輸している本格的な日本料理店。もう一つは和食、 日本食をローカル向けにアレンジしたひし料理を提供する地元資本のひし料理店である。両社を比較すると、前者は高級、後者は大衆向けであるものの、後者であっても地元の一般的なレストランよりも高額である。日式料理の中には、もともとは和食ではないものの、受け入れ国側で、その料理の中から日本的な衣装を見出し、 日式料理として提供している事例がある。上海では健康ブームに乗って日本食への関心が持たれた結果、日本食の料理店は500件を超えた。これらは高級な店舗と大衆向けの日式とに二分化している。日式料理に対する評価だが、例えば日式カレーに対しては、現地の人々にとっては油が少ないと感じられるが、口当たりは良いとされている。香港で 日本食を扱うレストランの変遷は、1970年代は20から30点、1980年代は100点以上、1990年頃は150点、1996年には250点ほどに増加しているが、そのうち近年はひしき料理店が増えている。これら非し料理店は地元資本によるものであったり、少なくとも料理人は日本人ではなく、 香港人である。韓国においては、かつて日本式の食堂は和式と呼ばれていたが、この表現は廃れて、現在はひしと呼ばれている。韓国でひし料理店が特に若者の間で流行するようになったきっかけは2002年サッカーワールドカップで、居酒屋、寿司屋、ラーメン屋、日本酒が流行した。また、 韓国のひ式料理店では刺身を扱うところが多く、刺身にコチュジャンをつけた丼料理のフェトパプがひ式料理店でもよく提供されている。中国、韓国、台湾、香港などアジア圏のコンビニや食料品店では日本と同じようにペットボトルや紙パック入りのお茶が販売されているが、これらの多くには砂糖が入っていることが多い。こういった 加糖の緑茶飲料に対し、日本式の無糖の緑茶飲料は、ひしき緑茶などの名称で販売されている。日本国内では、伝統的な和食、日本食料理ではなく、東アジア各国でアレンジされたひし料理を、あえて提供するレストランは、数は多くないものの全く存在しないというわけでは、ない。ある韓国料理のレストランが、期間限定ながら、日式、 カツカルビ定食を販売した例がある。日本人が海外で調理、提供する本格的な日本料理ではなく、現地の調理人が現地の好みに応じてアレンジした非式料理に対し、日本国内からは様々な反応が上がっている。以下、好意的な反応と否定的な反応とに分けて取り上げる。日本の食品メーカーの中には本格的な日本食とは言えないまでも、 日本の料理に関心が持たれている現状を肯定的に捉え各国のひしレストランに自社の日本産食品、食材を仕入れてもらおうと企図する会社がある。例えば日本酒メーカーの月景館は1994年以来美式、居酒屋向けに日本酒を韓国に輸出している。各国でひし料理が普及する一方で日本の本来の味が現地へ伝わらなかったり、 必識料理が正当な日本の料理との認識を現地でも垂れたりすることを問題視する日本の食品、調理師業界の関係者がおり具体的な対策が講じられている。例えば複数の料理学校が非識ではなく本格的な日本料理の調理師を育成するためソウルに専門学校を設立している。また日本政府も伝統的な製法に基づく食材や食品を 認定する制度を2016年度に創設する予定である。ありがとうございます。